ゴーゴー前田カシャールと富田カノンのトーラスぐるぐるチャンネル、略してぐるちゃん。おはようございます。おはようございます。今日は2016年9月30日金曜日、花の金曜日で、もう9月は終わりですね。終わりなんですね。今カレンダーを見てびっくりした。早いね。何した？あのさ、よく考えたらちっちゃい頃って、うん、1学期が過ぎるすごく遅かったりね、うん、1年が早すぎるのがすごく遅く感じたけど、今はめちゃめちゃ早いよね。ねえ、それはやっぱり、ね、すごい加速してるような感じがするよね。お兄さんが充実してるからじゃないですか。そっか、ゴー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 前田カシャールそう、あのゴーゴー前田カシャールってさ、うん、やっぱり長いような気がするんだよね。いや、訳してキャッチャンじゃない、か訳して、いつも訳してカッチャンですって言ってるからさいらないじゃんって感じどう、名前を変えてその運命変わりましたか。ね、全く変わってないねなんかこう全部言い切るのがちょっとイラッとするっていう感じかなか面白いよ可愛いよって変だもんね面白いよ本当。ゴーゴー前田カシャール、略して買っちゃうんですっていうのは結局買っちゃうんですなんだけどさ、結局そこに戻るのかって感じだからね。うん、私もね、富田か玲子から富田香音に変えたっていうね、残念ながら名字が変わるんじゃなくて下の名前が変わったんだけどその時もう、その時はなんかやっぱりずっとね、本名でやってきて、ライブとかいろんなものね本名でやってたのを変えたから、うんうん、すごい自分の中では最初は違和感があったよね。ああそうなんだ。れいこちゃんって言われなくなった。カノンさんとか、ま、多分ね僕の場合は定着してないからね午後前でカシャーティっていうのはこのねスピーティービーとトーラスダンスやってる時ぐらいだから言われないよねそうかじゃあもっと広げようよ、馴染ませようよ。そうだね、その素敵なお見直わかりました。あのこのゲンジナをね、うん、ゲンジナをね、リングネームとも言う今日東京のお天気はいかがですか。はい、東京の天気は曇りだよね。でもね、スーパー銭湯、スーパー銭湯じゃないよ、スーパー銭湯、うん、銭湯5%、スーパー銭湯じゃなくてあ、スーパー、そう、あ、そうだ、スーパー銭湯と、そうだね、とで取れるんだね、うん、はい、銭湯湯じゃなくてスーパー銭湯だけね、青空がありますよ、うん、ああ、そうなんですか、うん、こっちはですね、結構ザーザー降りで、おお、はい、ザーザー結構ですね、なんかね、はい、やっぱり今年は雨が多い感じがするよね、うん、雨が多くてもさ、あの台風来ないよね。台風はほら曲げてる人とかいろんな人がいるらしいからああそうなんだ、ああそうだね、進路なんかね、そういうエネルギー的に動かしてるっていう話とかね聞いたりとかね。そうだね、うん、あれってどうなんだろうね、そういう、もちろんまあ被害、大きい被害があったらね、うん、やだけどさ、そうある程度、うん、まとまった雨が降った方がね、うん、農家さんとかにはいいのかななんて思ったりしたんだけど、うん、まあ、山口はね本当に、うん、全く来てないんだね、台風がね、全部それでるんだよね。ああ、何、ゴーゴー前田カシャールがいるからごめんね、いつも輝いててシャイニングさんいつもこうサンサンと輝いてるからさ、サンサンとしてるからね、いらないのかと思って、浄化いらないのかと思っちゃってるのかねそうだよね、そう、やっぱり台風って浄化のためだったりっていうのも一つあるでしょうしね、うん、うん、そうね、今年は当たり年みたいな感じはしたもんね、うん、うち、あ、うちっていうか来るんだけど、今までも来てたんだけど、うん、まあ我が家がちょうど目の前が海で、もしくは山になるんだけど、うん、台風が来てもちょうどいい感覚に家がね、うん、ポンポンと立ってくれてて、うん、本当こうオーシャンビューな感じなんだけどね、風がね、うん、直撃することないんだよ、ここ風が直撃することない、
そう、台風が来ても、うん、なんかこう物が飛んできたりとかはないんだよね。だいたいこう前の家とかがガードしてくれてて、うん、ガードしてくれてて、うん、で何年か前も土砂崩れしたんだけど、わあ、うん、うち来ないんだよね。皆さんのお宅土砂崩れしたことはありますか？土砂崩れってそう、うちの山で、ね、その休憩者危険、休憩者地危険区域ってなって、あの県指定の、あの危険なところなんだよね。かちゃん、かちゃんがいるから。そう、僕が危険だよ。おい、危険な男、なんかかっこいいじゃん。危険な男だから。いいね、いいね、その響きも。うん、まだ朝だよ。本当にね、うん、よく休憩者が、なんだろうな、傾斜のきつい山とか、なんかこう、山こう、ガードしてたりするでしょ、うん、コンクリートとかで、うんうん。それをしないといけないレベルなんだけど、うんうん、崩れないの。かちゃんがいるから。かちゃんがいるから。かちゃんがこうやって踏んで歩いて。しない。お前何してんだ。おい、いい気持ち。こうやって踏み鳴らして歩いてるからさ、崩れないのかと思って。やりたいんだよ、かっちゃんもやりたい、皆さんご一緒にどうぞ。やりたいんだよ。28人何させるんだよ。朝の運動。朝の運動、うんうん、崩れないんだ。崩れないの、うちからね、100m 行かないとこもズシャーって崩れて、へー、4年かけてやっと先日、あ、先月工事が終わったよね。4年かけて。そう、わあ、それはすごい時間でした。何億単位の工事費がかかってるところなんですけど、うち大丈夫なんだよね。そうすると、でもかちゃんち大丈夫でも、その辺の道路とかも閉鎖されてたりとか。そう、いや、うちのところを除くところは全部ガードしてんの。なんて、ね、そこももうずいぶん昔にちょっと崩れたことがあって、それでやったんだよね。へー、うん、まだここが造成して間もない頃、うん、10年ぐらい前引っ越してきたんだけど、全然うちはもう その時も崩れてなかったし、すごいね、その時も崩れてないし。今度かっちゃんのお家からこう360度ゆっくりと動画撮影しといてください。あ、うち、うん、分かった。360度、はい、オーシャンビューとマウンテンビューの、マウンテンビューっていうか、はい、マウンテンビューじゃないな、もう目の前がマウンテンだからさ、いいんだよね、いいフロントオブとかそういう話じゃないよね。そうそうそう、インザマウンテンみたいな。インザじゃないんだけどね。まあ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 、もういいよそれで。ねえ、ほんとね、なんか月曜日、今週はね、私何回、はい、今日3回目かな、スピティービーお邪魔するの。ああ、そうだよね。何気にね、やらせていただいてる。楽しく出てるよね。面白くてしょうがないよね。最初は何？今週の頭は、空間エネルギーの岩崎史郎さんと、あ、はいはいはい。あと外気候療法をやってらっしゃる千葉和人さん。うん、和人さんって一人って書くんだけどね、一人って言っちゃいけない、一人って言っちゃいけない、一人じゃない、一人じゃないと思ったら、千葉一人さんですって言っちゃったの。ごめんなさいっていう。え、本名なのかな。ああ、どうなんでしょう ねそれは分からないけどね。へえ、そうなんだね、うん、でいらっしゃって、あ、別々二人、え、ん、別々に出たの。ご一緒にいらしてね。だよね、だよね、うん。もう二人ともね、うん、プロレスラーみたいにでかいのね。ああ。え、入り口入った？こう鏡ながら違うって。鏡ながら。入り入り触れ入りほうみたいな。そうそう、大きくなれよみたいなね。古いね、しかもね。例えを出すのが。本当だよね。さすが昭和、ザ昭和。で、進撃の巨人とか言ってほしかったよね。進撃の巨人がわからない、ごめんよ。ああ、そっか、わかんないよね、うん。そうそうそう、まあ入り触れ入り方みたいな感じの人だよ。でかい人がいるんだ。でかい人、でかい人。うんうんうん。どんな話をしたの？そう、もうね、どんな話したんだろうね。
あ、10月10日にセミナーがあるということで橋本であるんだって、うん、あので入場料というかセミナー代が5000円なんだけど、うん、はい、それでまあ、あなたはどこの星の人って言って私シリウスだったりするんだけど、おでそれを調べてくれたりとかするらしいよね、で今死んだ方がとか身内とか何か亡くなった方で知りたい方、その人がどういう状態にいるか、どの層にいるかっていうのを調べてくださるって言ってたよね。でそれは斉藤さんがされるよね。そう、斉藤さんがダウジングのね、うん、あの棒を使ってね、うんうん、やってくださるそうですよ。へえ、入会じゃないよ、ね、会場この前出てくれた時の、うん、あれじゃんだよね。そうそう、棒でね、棒で、そう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 、うん、これですごいのが、うん、そのイベント参加費が5000円なのに4000円相当の CD をくれるという、うん、え何かその勢いだとあのパノラマカメラが2つついてきてたよね。そうそう、これのお土産にみたいな。いや本当あの2人ね面白いからね、あの、まあ、どこの星っていうのを知るのも楽しいしね、まあ、どうせそういうの参加する人って結局宇宙人だからあの行く人が多いと思うんだよね。へえ、うん、そうなんだよ。その時もあの嘘800の作り方とか教えてくれるのかな。あ、空間エネルギーのね、うん、どうだろう今ね、その千葉先生のやってる方の宇宙人探しの方に一生懸命やってらっしゃるからね、うんうん、あ、そうかそうか、でも多分オーリングテストとかを結構頻繁に組み込まれてやられると思うから多分空間のこともやるんでしょうね。うん、なるほどね、うん、それどこでやるんだって。神奈川県になるのかな。神奈川県橋本っていうところでね、うん、東京なのかなあそこは。どっちなんだ、東京か神奈川か分かんないよね。橋本っていうところでやるね。川崎大師から遠いよね。神奈川でも川崎大師しかもう分からなくて。いいよ、それだけ分かって覚えとけば迷子にならないよ、ちゃんと帰ってこれるから安心して。あ、よかった。そう、その中でね、それこそ日本地図にね、うん、日本地図にその時台風の12とか13とか何かが来てて、うん、でそれが来られちゃうと直撃されちゃうと、斎藤、あ、千葉先生は東京からね、うん、東京とか神奈川県民なんだけどから飛行機に乗ってくるから飛ばなくなっちゃうから困るって言って、あ、で、うん、で、その台風に対してまあ本当は日本列島を行くはずだったところを、うん、そのバリアを張るっていうか震度を、うん、まあ嘘800シールなのか何かそういうので方向を変えさせたというか、やってたっつってたよ。あ、そう、うん、変えさせられるんだね、うん、よくさ雲を消してしまうと、ね、話を知ってるけどさ、おいらはドラマ乗ってくれたね、ありがとう。ザ・昭和。愛してるよカノン。愛してるよ。くんと午後前でカシャル。長いんだよ。そうそれはね、そんなお話とあとね、まあマザー・テレサを、うん、結構カルマが封印がかかってるとか、ネプテリアンって宇宙人がいるのかね、あんまり私知らないんだけど、そんなあんま興味ないネプテリアンはね。でそれとかに人間はいろんな宇宙人、他の星から来た宇宙人の魂を持ってる人は E.T. ソウルだね、持ってる人はネプテリアンたちに結構封印をかけられてるっつってて、うん、でそれをチェックするんだよね、うん、そうするとかかってる人は活躍しにくくなっちゃうから封印を解いてあげて、それでまた地球に転生してくることでその人は大活躍をするだろうということだよね、うんうん、そうすると面白いじゃん。で封印がかかってない人が例えば今、うん、頑張ってる人だとユーミンとかね、松任谷由実さん、う
とか、イチロー選手だったりとか、うん、私どうしてこの人の監督の名前が宮崎駿、あ、宮崎駿監督、うん、うん、がかかって、封印かかってないでどんどん自分のその持ってきてる才能を広げてる、デーバさせていくっていうことです。その封印かけてるそのレッテリアンがやってるでしょ、うん、うん、でそのあ、そうか、この地球に来て、あの自分に、自由に表現して楽しむ、うん、それを邪魔してるってことだよね、うん、なんで邪魔するんだろうね。ね、お金儲けられないから。斉藤さんは解くことができるの？そう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 。おお、すごいじゃん。あ、解いてもらったんじゃないの？解いてもらったの？解いてもらったの。お、解いてもらってる。もらってるの。お、じゃあ今解放中。解放中。すごい。だからね、トーラスダンスでぐん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 遊んでこうぜっていうね話ですよ。なるほどなるほど。いいねいいね。わざわざ。4枚 CD がついてくる、その4枚で妖精の CD がついてる、あ、妖精の CD がついてる、すごいね、うん、妖精の CD がついてくる、その新人ゴイズのそのビューティーペアの、うん、ビューティーペアのお二人があのセミナーが橋本である神奈川の、そう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 、どこに行けば封印がパーンと解けるぞ。ああ、それは多分別でしょうね。それはまた違う個人セッションとかなんじゃないかな。あ、なるほどなるほど。そこは分からないけど、で、あの放送終わった後、うん、私がやっぱり一番ね、うん、私の中での一番のあれっていうのが、うちのお母さんのね、腰が痛いだろうのこうの言う甘え、うん、おもう執着、うんうんうん、まあ痛いもんは痛いからね、それに対して、うん、見てもらったんだよね。で、うんうん、細胞レベルだとか DNA だとかなんとか、なんかそういうところのレベルで、その痛いところピンポイントでそこを探っていくと、なんかまあルシファーではないんだけど、そういうのが悪さをしているみたいな、あ、そうなんだね、のがあって、え、なんだっけな、なんとかゼルっていうなんだっけな、なんとかゼルっていう、そういうなんかがついてたんだよね。ついてたんだよ。ベルゼバブ？何それは？ん？悪魔でしょ？悪魔ちゃん、メフィストフェレス？違う、そんなのついたら怖いよね。メフィストフェレス。なんとかベルってやつでしょ？そう。ベベル？なんか違う名前だな。ベリアル。かちゃんもよく知ってるね。雑学だけは。すごいよね、うん。何かがついていて、それを取って封印解除してもらったんだよね。なんか便乗してやってもらって、うん、そしたらなんかね、だいぶね楽になったとか言ってるよね。すごいね。だけどさ、うちのお母さんもさ、うん、私と一緒でいろんなのやるの好きだから、うん、どれが効いてるか本当は分かんないんだよね。あ、申し訳ないけど、そうだよね、うん、まあ全部聞いてる、そうね、ちょっと分かんないけどね、うん、そういうことか、まあ、それから少しずつこう聞いてるとか、うん、まあ、分かんないけど、どれか聞いてたけど今までこれやって打ち消されて、それを斉藤さんでやって聞いたとか、うんうんうん、かもしれないよね。小林みどりちゃんのもあるしさ、うんうん、あ、そうだね、うん、分かんないよね、うん、いろんなのやってるからね、坂口治療室ってテディさんがね紹介してくれた前にね、うん、そこにも行ってるしね、だから、うん、まあ結局私の思うところ、まあ、かっちゃんにもやっていただいてるしね、うんうん、全部聞いてると思った方が気持ちいいよね。気持ちいいとか、そうそうそう、嬉しいよね、うんうんうん、結局のところね、母は、うん、例えば家族のためにずっと家族のために、うん、兄弟のためにとかしてずっと動いてきたから、うん、誰かのために生きてきたっていうのがあるので、こう、うん、今その痛みを持っていることでみんなにやってもらうを体験してるんだと思うんだよね、結局のところ。ああ、確かにね、うんうん、そうだよね。だからそれが、みんなに愛されてるっていう、自分が愛するだけをやってきたんで、うんうんうん、またいただくことの愛、うん、うん、それをね、思う存分やっていただければいいと思うのね。ああ、そうだよね、うん、
結局そこだと思うんだ、うん、私言っちゃうけど。じゃあ今お母さんはママは自由に生きてる、うん、自由に生きてる、自由に生きてる、自由に、うん、結局まあそうすればとかどの、うん、たまにそういう頭の固いことはまだあるんだけど、うん、うん、でも、母の場合はいろいろ本を読んだりとかして、ちょっとそういうスピリチュアル系、うん、心の系のね本を読んだりとかして、うん、ああ結局みんな同じこと言うのねっていうことに気がついてるよね。ああすごいね、うん、すごいね、自分でそういうふうに本とか読んでああってこう自分で納得するってすごいよね。そうそう、そこまでね柔らかくなったんだよね、うん、本はもちろん私が持ってるものとかね、うん、を、うん、あのこれどうっつって、うん、好きだったら読んでみればとか言ってね、あのね、うん、かんちゃんあんまり本読まないのにね。私はね買うだけ積んどくだから積んどく、うん、いつかあの手を当てたらこれはこういう情報の本でって分かればいいよねねえ、そうだね、うん、まあああそうだね、でもうん、でもだんだんそうやっていろいろやってって楽になってるからいいよね。そうそう、ほんとね、うん、あのやっぱり気持ちが自分がまあね嬉しいしね、それでまた旅行を10月に行ったりとか、その後も10月いつ行くんだっけ、10月の10、11、12でね、静岡県の伊東にね温泉行くのね。うん、占い師の稽古がある。温泉にイルカいるの？温泉にイルカがいるの？温泉でイルカが泳いでるわけじゃないんだけど。あ、そうなんだ。それは小田原家だからね。あ、違うんだ。そうだよ、温泉いないよねイルカね。温泉でね。温泉イルカ泳いでるかなと思って。あの頭タオル乗っけてねイルカくんだったら泳ぐと思うんだけど。どんだけ広い温泉なのかなちょっと疑問に思ってたら違うんだねやっぱりね。そうなんかね海にイケスっていうか湾なのかちょっと行ったことないからそこは初めてだから分かんないんだけど、あ、うん、イルカとウエットスーツをレンタルで貸してくれるらしくて、それで、うん、だから泳ぐからそんな寒さは、まあ、この気温だと寒そうな気もするけど、うん、ああそうだね、うん、でも結構私は冬とかもダイビングやってたから、うん、まあ慣れるだろうな。それで終わったらすぐ温泉に入ればいいんだからね。ああそうだね、うん、そっか。なのであの、うん、お暇な方みんなで伊東に行きませんかだってわいわいかやかやわいわいかや自由参加自由解散、でまあその辺でね遊ぼうか。現地集合現地解散現地集合現地解散、うん、で別に会費とかもなくてね、喋、うん、りたかったら喋ってればいいし、ね、イルカと一緒に泳ぎたい人がいれば一緒に泳げばいいし、そうそうそう、やっぱね楽しい。下田とかいろんなとこにまあね、あのや岡山とかそっちの方にもあるっていうもんね。何が？あのイルカと泳ぐという場所が。おお、うん、岡山にもあるんだ。なんか岡山でこの間あの水曜日パーソナルやってる節子さん、うん、野村節子さんが、うん、夏休みの最後の方だったからイルカと思いっきり遊んですんごい嬉しそうな顔をフェイスブック上げてらっしゃったからね。岡山はそういうイケスみたいなとこあるの？どうなんだろうね、まあそういう大きい施設なんでしょうね。そこで僕もずいぶん前に沖縄行って、うん、泳いで入んだけど美ら海水族館ってあるでしょ。あ、美ら海水族館ね、うん、いい ね、 ね、うん、なんかこうショーをやってて、うん、リカさんのなんとかちゃん名前忘れちゃう、なんとかちゃんとなんとかちゃんのプレゼントがありますって言って、プレゼント、うん、プレゼント欲しい人は前に来てくださいって言って、あ、何プレゼントって僕前出たんだよね子供か、うん、で周り見たらみんな子供ばっかり、男のなんだろう、で大人は僕しかいなくて帰ろうかなと思ったんだけども、うん、はい皆さんこっちですよって始まっちゃって、うん、でスプラッシュ、まあ、なんとかって言って、スプラッシュなんとかって何と思って行きますって言ったらイルカが2頭ね、うん、バシャーンって近くで飛び込んで水しぶきがバシャーンってかかってあ、これのことかってなんとかスプラッシュってこれのことかと思ってで、僕ね、一番前にいたんだよね全身で受け止めてねブシャーンってブワーンって
うわスプラッシュシャワーみたいな、なんかスプラッシュなんとかっていうのね、起きちゃったね、シャワーとかショワーとかそんな感じとかね、なんかそんな感じ、もうまあ、カモちゃんも一緒に泳ぐからいいんだけどね。私は泳ぐ方だよね。ブラシもってもうん、もう一緒にね。でも、千葉のね、勝浦だ、なんだっけ、阿波小湊と勝浦だったかな、シー鴨川、あ、鴨川だ、鴨川シーワールドっていうのがあって、そこで白イルカ、ベルーガとね、泳げる場所があって、え、あのおばあちゃんがいっぱいいるところ、おばあちゃん、あ、あれ、あ、それスガオか、鴨川鴨川シーワールドっていうのがあって、そこでもベルーガ、白イルカのでっかいやつね、なんか私はベルーガ見ると江原さんを思い出すんだけど顔が、ベルーガはイルカより大きいの、ベルーガイルカより大きいの、へ、あ、でもイルカだから、あの普通のね、何イルカっつ、あれよりは大きいって感じだよね、マイルカより大きいの、マイルカ、マイルカって誰だろう、マイルカが多分普通のショーをするイルカじゃないの、バンドイルカ、バンドイルカ、バンドイルカもいるか、バンドイルカってクジラみたいなでかいやつだよね、あれはゴンドイルカ、要はなんかイルカは何メーターまでで、クジラはそれ以上っていう、なんかそういう、そういう切り替えもある、うん、確かイルカが何メートルまでのやつで、そっから先はクジラっていうか成長して大きくなったらクジラになるとか、そういう話じゃないけど、なんかそういう基準がそういうとこだったような気もしないでもないな。ベルーガはイルカの仲間なのかな、ベルーガ確か、うん、イルカだよね、うん、でそれとね、イルカ、その白イルカが、ベルーガが、口からプーってあの水を吐くのね、はいはい、バブルリング、もうそれどこじゃないよ、プーっていう、バブルリングはほらタバコの輪っかみたいにするやつだわね、それをね、掛け合いっこする、こっちは手でやるけどもちろん、それでも嬉しいんだよ私は、掛けごっこしてくれるんだ、掛けごっこしてくれるの、その同じプールの中に入って一緒にウェット着て、プールの中入ってイルカちゃんと手つない、手、うん、手つないだり、ヒレつないだり、タコちゃん前足出して前足とヒレを出して、ヒレ出して掛け合いっこするって嬉しいよね、なんかわかんないけど異文化コミュニケーションいいなぁ、前足使って握手、うん、前足使って握手そう、すごい嬉しくなっちゃうんだよね、私シリウス星人だからあ、いいね、そうだ、え、シリウス星人はイルカと関係あるの、なんかね、イルカ関係あるっていうね、イルカとか海が大好きな人が多いね、だからか、たまキキューって言うんだ、誰がキキューって言うのあービールで、あー美味しいキキューとか言って言ってない、クーって言うんじゃないのあ、クーか、あれはキキューは言わない、キキューじゃないんだね、イルカくんじゃない、なんだっけ、さかなくんじゃないからそうか、そうかはい、はい、あゆかさん、おはようございます、おはようございますおぎんさん、おはようございます、おはようございます、もこさん、おはようございます、おはようございます、メネットさん、おはようございます、おはようございます、前田克之さん、おはようございます、おはようございます、サナさん、おはようございます、おはようさんです、カタさん、おはようございます、今日も爽やかですね、どれのこと言ってんだろう、うん、私たちかな、それとも空のことかな、どっち、どっちだろう多分ね、お嬢さんのことだと思いますよ、お兄さんのことですよ、ああ、ありがとうすいませんでした一般ピーポーさん、おはようございます、おはようございます、お、ラバチバさん、おはようございます、お久しぶりですな、うん、おぎいさん、岩崎さんも千葉さんも不思議で楽しいです、あの機械もどこで売ってるのか不思議ですね、あの機械はね、もう売ってないらしいんだけど、ドイツ製の機械で、うん、うん、で周波数を合わせてね、こう振っていくんだよね、うん、ああ、売ってないんだ、うん、もう製造されてないのかな、すごいもの機械らしいですよ、あれ見てるのも面白いよね、ああ、そうだよね、へえ、そっか、なかなかね、うん、僕も会ってみて、面白い人だったからこの前見てね、うん、会ってみたいなと思うんだけど、うん、面白い、橋本に行かないと会わないんだよ、会えないんだよね、飲み会に行けばいいんじゃないかな
飲み会ね。あ、その日のね。あ、多分ね、あの、そうじゃない、なんかね、うちからどこっつったかな、なんかどっかでね、よくあの宇宙人の人たちが集まってね、うん、遊んだりしてるみたいだからね。宇宙人の夕べみたいなの。宇宙人の夕べが。ET ソウルの人たちがね、なんか、うん、やっぱり楽なんだろうね、そういうので。あ、でもあの岩崎さんと千葉さんは、うん、地球人っつってたもんな。おお。うん。そうだよね、あの純粋な地球人って少ないです。大体ほとんどが。うん。ハイブリッドっていうか。うん、ね、何割かっつってるもんね、本当の地球人はね。ね、うん、そうだ。宇宙人という方が心地いいのかな。何なんだろうね。まあ自分たちがそこへアクセスしやすい人たちなんだろうね。ああ、そうかそうか。うん。ね、そうかそうか。だからね、うん、集めてくれてありがとうございますみたいな感じから。やっぱ、ね、私とかも多分ね、そういう方が喋りやすい感じがするもんね、うん、ああ、そっか。ひょっとしてこれを聞いてくださってる皆さんも宇宙人って多いのかな。あなた、あなた、あなた。あ、俺か。あ、私違うよ。どこがあるか。私オフランスの血が入ってるから。オフランスの血が入ってるあるか。なんでかっちゃんはどこ星人だと思う。僕ベガかな。あ、ことざ？ベガ。ことざ。どういう性質？織姫様ね。織姫様です。彦星じゃないんかい？織姫じゃないからね。ん？僕が織姫じゃないからね。そうだよね。君が、うん。いろいろ想像してしまった。いやいやいや、ありえないから。ありえない。うん、どんな性質なんだろうね、ことざって。まずね、ピュアでしょ。うん。当てる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 。あ、合ってるでしょ。当てる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 。で、こう引っ込み思案で。あ、当てる当てる当てる。あ、合ってるでしょ。当てる当てる当てる。あのすごくあのね、こう前に出るのがすごく苦手。合ってる合ってる合ってる。合ってるでしょ。こういう性格の人だと思う。全然わからないわ。全然わかんないね。どうだろうね。引っ込み思案って何？かっちゃんにとって。引っ込み思案、あのこうやって人前で話すのが苦手。へえ。へえ。ことざ？ことざ。へえ。ことざの中にそうやって書いてあるの？引っ込み思案。あ、この前紹介したなんて黄色い本。光るランドから出てる。そう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 、うんうん、あれに書いてあったのね。あ、そうなんだ。そう、あ、ベガか。なんか見方があったんです。もう多分ね、断捨離しちゃったからかな、ないんだよね、手元に。あ、そうか、うんうん。うん、それ書いてあったよ。そのページを開いてこれっていうのが出たら、うん、それ何星人とかあって、確か僕はベガだったんだよね、その時はね。なんかこういう、うんうん、イエスノークイズみたいな、イエスノーでチャートたどってくみたいな。いや、チャートじゃなくてね、パッと開いて出てくるとこあるんだよね、うん、出てくる説明のところは僕はベガだったんだ。あ、うん、そういう感じだったと思う。ちょっとすごくうる覚えなんだけどね。もう今違うかもしれないよね。ねえ、もし引っ込み思案だとしたら。ねえ、私もベガだわ、そしたら。違うと思うよ、あなたは。前に歌ってるでしょ。そうだよね。ねえ。人前。そっか、その宇宙人の集い、宇宙ET ソウルの集いって参加してみたいよね。ねえ、じゃあ今度母ちゃん来た時ね、あのそれに合わせて、うん、あのむしろセッティングしてもらおう。それ夜な夜な集まってる。夜な夜なじゃないだろうけど。いや、岩崎さんってね、うん、想像できないと思うんだけど、うん、ものすっごい歌がうまいよ。ああ、そう。私ね、なんかね、こんなのが出てきましたとか言って、あの、うん、音声ファイルが送られてきて、なんだろうと思って聞いたら、うん、お、すごい、あのビング・クロスビーとか、バニー・マニラオとか、そういう
あのボブスキャックスとかそういう昔 Outside the rain begin and it may never rain so cry no more on the shore なんだっけ We are all alone みたいな We are all alone みたいな、うん、そういう曲をねほうペラペラと歌ってるんだよねへえ。すっごいうまいので選曲もなかなか渋いけどねうんね、まあその当時80年代ぐらい80年代か90年代かなぐらいに流行ってた曲を練習したというか船の上にいて暇だったから教えてもらってあの英語とかも何やってたんだろうねそこまではあんまりお聞きしてないんだけどもう本当にねすっごいうまいああ本当そっか今度カラオケ行きましょうねとか言われてたんだけど ね, あのあだからかっちゃんとかも一緒にさ、うんうん、あのかっちゃん来る時とかねあのぜひ視聴者さんとかももし声がけできたらねしてねみんなでカラオケ行こうぜっていうねあの実は僕あの今で不意って歌わなかったけど煙が目にしみれたでしょ They ask me how I knew my true love was true あれお箱なんだよね知らなかったもうずっと歌ってないけど本当ですか惚れてしまうわなマジマジ隙間風に次ぐ、うん、ねあのお得意中のお得意なんだけど、うん、もうずっと歌ってなかったら飽きちゃって自分があーすごいもうかっこいい曲だよねもうプラターズっていう人たちのねそうそうそうもう全部70年代とかね、うん、そういう頃の歌だよねあれね聞いてみたいわ惚れてしまうかもしれないなそれはうわーどうしよう後ろ向いて歌ってくれはいわかりましたちょっともうかぶってねそうしてくれ危険だわうんかっちゃんのことセクシーって言ってた人がいたもんねびっくりしちゃった私え誰ほどかっちゃんのことを写真を見せたらうあこういう人と一緒にあのスピティービーやってるんですよっつってあ、うん、すごいセクシーな人ですねって言った方がいて、その人はかっちゃんの初めて言われた何を見てるのかなと思う僕のどこを見てんだろうね本質を見てるのかお何も見てないのか何もおいそれ言い過ぎだろあそっかごめんなさいでした後ろ300メーターぐらい後ろにいるセクシーな男の人を見てたのかねあここじゃなかったのかここに映ってるいやかっちゃん一人しか映ってなかったからねあそううんへあそういう見方もあるんだと思って勉強になりました何の写真だろうね私が見せたのはあのアイスクリーム食べてるね前回紹介したけどうなぎのねアイスクリームソフトクリームの上にうなぎが乗ってて、うん、それを食べてる前田克之がいてですねそれを見せただけなんですけどねうんそれでセクシーってほうよかったね。なかなか気になったですね。素直なとてもいい人だよ。あ、そうですね。素直なとてもいい方ですね。照れちゃって照れちゃって。年配の方？違うよ。私より年下だよ。あ、そう。うん。うなぎのソフトクリームを食べてるあの写真を見て面白いねいろんな人がいるんですよ世の中にはきっと ね面白いね人生ってだから本当ね見方がいろんな見方があるからさあの ね取り合いになんなくていいし、うん、いいんじゃねえかっていう話ですよそうだよね、うん、あぶれることなくきっとどっかにあの相手もいるってことですよそうねそうだと思いますと写真を探してたり写真そう残ってんだうん Facebook あーそうかそうかあらセクシーでしょセクシーだろ撮ってんだろちゃんとこれ Facebook だよ私の Facebook を見ていただけおおそっかそっかえなんか色うなぎがセクシーだったんじゃないのうなぎがうなぎのその切りうなぎのそのカットされた切り身セクシーだねとかああそこかなんか色が茶色くてセクシーだねとかそう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 そんなことないよいい男だよありがとうございます、はい、どういたしましてねえそんないろんな人がいるからねいろんな見方があると面白いってことですよねそうだよね
えーとはい、ララチマさん、ララチマさん、うん、伊東いいね、伊東行きましょう、伊東に行くなら呪楽で泊まるかな私たちは。呪楽、うん、呪楽っていうホテルで泊まるか、うん、近くにね、それで近くにイルカがあるからね、ぜひね、遊ぼうよ。遊ぼうよ10月10日から11日、うん、で10日ってなんかよく天気がいい日って言われてたり、あとねその辺がなんだっけ、流星群があるんだよね。おー行ってたね、うん、で流星群が行きたくてどっか行きたい行きたいっつってて、それで伊藤を取ったんだけど、うん、そしたらうちのお父さんが、うん、なんだっけ、雲上っていう言葉を言ってきたんだよね。雲上、はいはいはい、雲の上、うん、雲の上、はい、で私の頭の中全然そういうのなかったんだけど、雲の上、うん、にはホテルはなかなかないけども、うん、雲の上になるような、まあ、標高2000とか1800とかそういうところになると雲上になるんだって、うんうん、そうすると星が綺麗なんだよね。あーそっか、そうだよね、うん、あーだって邪魔なものないもんね、ないよ、雲ね、雲がないから、うん、そうだよね。でもってその下界の明かりがあんま見えないわけさね。ああ。え、その呪楽ってお寺が雲上にあるの？あ、全然そこはね、普通に海なんだけどね。だから、あ、そう。それを言った後にそういう話が出たから、おせよとかも。もうちょっと早く言ってくれればそっちをね、探そうかなという気もするけど。ああ、そうだよね。うん。うん、雲の、あ、そう、雲の上で、ね、キャンプ張って。たことあるんだけど、いいよ、やっぱりいいなあるよ、山とか登ってたからありますけど、かっちゃんは海男じゃなくて山男だもんね。ねえ、そうなんですよ、最近はめっきり行ってないですけど。へえ、じゃあ、雲の上でトーラスダンスしよう。あ、そうだね、うん、雲の上で、雲の上で、ハイジか、雲の上でトーラスダンス、なんか孫悟空かって感じだよね。孫悟空かハイジかって感じだよね。なんか運上的で、あ、キントーンかって僕ふと思っちゃったんだけど、ね、おー、もうなんかかっちゃんが孫悟空に見えてきた。ウキーって違う。そうか、運上っていう言葉なかなか聞かないね、そういえばね、初めて聞いたのね。うん、なんかそれはまあロマンチックでいいだろうなと思うよね。あー、いいね、うん、でもうちょっと早く聞いてたらね、そういうホテルがあったら泊まってたらね、うん、ね、でもね、うん、いつでも行けるじゃん。雲海は言うよね。雲海は言うよね。富士山とかからはそういうのは見たことあるけどさ、うんうん、雲上ホテルとか、雲上、そうだね、雲上ホテルとかで検索すると結構出てきたのがね、うん、長野県だった。へー、やっぱり、うんうん、アルプスとかがあるからか。ああ、はいはいはい。それ長野以外に他にもあった？あと福島にもあったかな。まあ大体私がね、行きたいっていう範囲が近くでね、うん、探すよね。あ、そうかそうか、うん、なので、うん、いいね、いいね、行きたいよね。で、ちょっとこう、あ、でもそれは明け方行かないと誰とかないの？どういうこと？うん、一番綺麗に見える、その、あ、静かなね、大気がね。なんかうちの近くにツワノっていうところがあって、ハゲツワノ？そう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 、ツワノにツワノ城ってお城があるんだよ。もうお城があるってもうお城の跡なんだけど、うん、そこが明け方に行くとタイミングよかったら、そのお城の後から雲海がふわーって広がって見えるの。いいね。でちょうど朝日が昇るでしょ、昇ってその雲海にカッサしてすごくキラキラして、なんだろう、こう太陽の道みたいに見えるらしいね。あー、
サンロード。そう、サンロード。サンロード。そう、なんかどっかの商店街みたいです。サンロードって言っちゃうとね。なんかそういう感じになるらしいんだよね。そこは明け方。でもそこの雲上、うん、雲上が違うのかな、いつでも見れるのかな。まあね、天気が良すぎるとね、雲はないでしょうけどね。うん、そうだね。そうだね。うん。あとは、それぐらいの高さになると冬になるとめっちゃ寒いんだろうなと思うので、あまたね5月とかの方が見やすいんじゃないの、うん、湿気が多いから雲が出やすいでしょ。ああ、雲上にするにはその方がいいのか。うん、星の数としてはどっちが多いか、冬とね。ああ、湿度的には湿度がない方がいっぱい綺麗に見えるでしょ。うん、そうだね。うん、あ、でも雲上だから関係ないんじゃないの。ああ、そうか。うん。行ってみなきゃ分かんないね。そう。行ってみたら。そうだよね。ついで、うん、何のついでだろうか。いや、もう伊東行くでしょ。うん。伊東から、うん、伊東から長野は遠いな。ああ、そうか。ああ、伊東では見えないの。伊東では雲上はないよね。もうちょっとね、山の上に行くと、今度昨日ね出ていただいたカレルさん、クリストファーカレルさんのお家があるんだよね。うん、ああそうか、言ってたね。今オフランスだっけ。今伊豆。今伊豆。あ、近々オフランスに。それはね、イルカちゃんたち。あ、全然違うね。もう一緒になってるね。そう、いろんな人が一緒になってるよね。そっか。うん、だからね、そういういろんなとこ行きたいなと思うようになってきたよねっていうのが嬉しいとこだなと思うよね。うん、前はね、そうそう、いろんなとこ別に行きたいって興味なかったからね、うん、興味がなかったわけじゃなくて、行くのがね嫌だったからね。あ、デブショーだったね。デブだと、で違う違う、誰もデブとは言ってない。デブショーって言ったあー、びっくりした。そこに突っ込んでくるのバカ。はい、どこまで読んだんだっけ。そう、あ、京さんかな。おはようございます。おはようございます。ララチバさん、なんでだろう、すぐぐるぐるしちゃうの。ぐるぐる、ぐるちゃん、ぐるちゃんだからか。そっか。そこ。パソコンが結構ぐるぐるするのかね。ね、なんででしょう、回線が重かったりするのかな。もしかしたらなんか昨日ね、賢者テラさんの時もね、あの 黒くなっちゃってるっていう、画面が黒くなっちゃう人とかいらして、クロームを使ったのか、グーグルクローム。グーグルクローム。インターネットエクスプローラーだったりとか、うん、フォックス、なんかいろんなのがあるから、うん、その、なんつうの、ブラウザーを変えてみるのもね、うん、手ですよね。そうだね、相性があったりするんでね。そうだよね。かちゃん何使ってんの。うん、僕はグーグルクロームかな。あ、クローム使って。クローム私もやっぱ、うん、扱いやすいなと思ってね。うん、そうだね。ちょっと前まではエッジっていうのを使ってたけど、うんうんうん、うん、今クロームかな。うん、ですね。何使ってるの？クローム。私もクロームだけど、配信するときはインターネットエクスプローラーを使って、あ、チャットを見るのはクロームで見たりとかね、うん、ちょっとお分かりに。へえ。全然その違いがよく分かってないんだけど。うん、相性だね。相性あるんだね。うん、ゆうゆうさん、カラオケ行きたいな。行こうぜ行こうぜ行こうぜ。おー、いいっすね。行こうぜ行こうぜ行こうぜ。カラオケね、楽しいですよね。トムさん、ね、おはようございます。かっちゃん&カノンさん見てると、チャーミーグリーンの CM を思い出します。チャーミーグリーン、あー、なんかあったな。チャーミーグリーン、洗剤？チャーミーグリーンを使うと手をつなぎたくなるみたいな。あのおじいちゃんとおばあちゃんが出るやつ？それ私たちおじいちゃんとおばあちゃんの感じ。え、28年もおじいちゃんとおばあちゃん。あ、最初はなんか若いカップルとか子供たちとかが手をつないでて、最終的におじいちゃんおばあちゃんが手をつないでて、みんなチャーミーグリーンを使ってるから、人類みんな兄弟みたいな感じ。違うか。 あれは時間の経過じゃなかったの？あのちっちゃい子供たちが大きくなって、おじいちゃんおばあちゃんになってもまだ使うとかじゃなかったんだ。はあ、そうか、そうなんだね。
ねえ、うん、タイムトリップはしてないと思うな。ありがとうございます。ありがとうございます。長千葉さん、伊藤は9ヶ月くらい住んでたんだ。伊藤お仕事ってなんでしょうね、旦那さんのなんかとかね。へえ、いいな。なんかね、伊藤好き。ああ、そうなんだ、うん、全然行ったことないから。熱海から1時間ぐらいのところ。1時間もかかんないんじゃないかな。この間網代まで行ったじゃない。うん、熱海から網代に行ったでしょ。そこからね、うん、もうあとちょっとだと思う、あの電車乗って。あの、かっこいい電車だったよね。ああ、そうだよね。熱海から伊豆急下田行きだったかなに乗って、うん、スペース21だったけど、スペーシア21だったから、なんかね、海の方を向くんだよね、電車が。そういう椅子だったよね。うん、うみんな、あの区間だけ、あの辺だけ走ってるのかな。その熱海から下田まで行く電車なのね、この伊豆半島の、こっからここまで。うんうんうん、こっからここまで。なんか分かってるの分からないな。まあ、こっからここまでだね。伊豆半島がこうあると、こっからここまで。なんかあーって感じがするね。だからもう完全にその海ラインをね、シーサイドラインっていうんですかね、走るんだよね。なるほどね。まあ、よかったよね。またやりたいよね、集めでね、あれで。ねえ、ねえ、ね、あなたの街でトーラスダンス、私たちを呼んでください。私たちなんかユニット名あったよね、そういえば。ダカーポ。違うだろ。ダカーポいいよ。ダカーポじゃなくて、アポカーポじゃなくて、なんか、タマーニャだ。タマーニャ。タマーニャ。そうそう、カチャとカノちゃんでタマーニャっていうね、そういえばユニット名を組んでたことを思い出した。タマーニャだったら、あの、アラビア語で8。タマーニャ、いいか。え？いいよね。数字の8ですね。アラビア語で？数字の8。1,2,3,4,5,6,7,8 の8。8番。8番。8番って僕らの世代じゃないでしょ。頭を抱えてしまった。僕がなんかもう入りくれ入る方だったりとかさ、8番だろ。古いよ。どうしたんだ今日は。今日はどうしたんだ。これでないじゃないの。え？いや、ついてこれだよな。これでないわけがない。そうそうね、あの、まあ本当8ってね、永遠なこういうメビウスだったりとかね、うん、笑ってる運動だったりとか ね、まあ、ね、僕の車のナンバーも8888だし、車検月も8月だしね。すごいね、ね、8づいてるんだよね。気づいてるね。そうなんだよ。そう。なんかいいことありましたか。なんかいいことあります。この前、うん、28日か。うん。8だ。28だね。広島、愛媛県に大三島、大きい123の3と書いて大三島っていう島があって、うん、そこに大山積神社ってあるんですよ。あるんだ。あるでしょ、うん、あるんですよ。大山の祇園の京都祇園の祇おぎんさんの祇大山積神社ってとこがあって。うん、祇園わかる。うん、あのこの示すっていうあの字に宇治って、ね、うん、まあ、大山、それで大山積神社って言うんだけど。はい、はい、そこに行ってきまして、うん、この前も行ってきたの、また行ってきて、まあ、そこはあの、今まで武人っていうか、あの源の頼朝とか、うん、あの徳川家康だの、伊藤博文とか、いろんな方がことあるごとに行ってるとこで、そこはあの国単位で大きなことをするときにお参りする神社って言われてるとこなんですよね。すごいとこがあるんだね。この前あの本を紹介したと思うんだけど、かのちゃんにちょっと待ってね、なんだっけ、 Kindle の、あ、神社をお参りする、偉い人は神社をお参りするやつ。そう、あ、そう、成功してる人は、なんだっけ、
なんか成功している人はなぜ神社に行くかっていう本があって、うんうん、それにも大山積神社のことは書いてあるんだけど、そういう国単位の大きいことをする人は必ずそこをお参りすると、うん、で昔からそういう甲冑とか武具とかそういったものを奉納しているところで、日本で一番そういう、武具とか甲冑が保存されているところって言われてて、第二次世界大戦が終わった時に GHQ が来た時に全部そういった軍に関するものを全部募集しようとしたよね、うん、いろんなところ各地で、うん、でそこの、大山積神社の宮司さんたちは、うん、あのこれはダメだって近くの地中に埋めてそれを守ったって言われてるところがある。だから今もたくさん、ね、日本で一番そういう武具甲冑とかが奉納されて多いって言われてるところなんですけど、うんうんうん、で前回行った時は僕全く何も感じなかったです行った時にね、うんうん、ああ大山積神社あここかって感じ。それが2週間ぐらい前だったんですよ。28日行ったら鳥居くぐるでしょ、うん、鳥居くぐった途端ズバーッと全身が鳥肌が立って、うん、わーって、わ寒いってぐらい、まあ、ちょっとしとしと雨が降ってたんだけど、もう急にすごく寒くなって、はあ何この鳥肌ってこうやって頂上で手を洗って、で本殿に入ったら今度は急にガッて体が熱くなって、うわー暑い暑いっていう汗がもうこう汗飲んでくるぐらい熱くなってって、うん、そういう体験をして、あのまあいろいろこうメッセージを受けたんですけど、あこういうことなのか、どういうことだよ、どういうこと、ここでは言えないんです、やだヒント、ヒント、ね、そういう体験をしましてね、なんおいおいおいどんなことチャネリング言われたのメッセージ、時が整った、なすべきことはなすっていうふうに言われましたね。整ったんだ、はい、おめでとうございます。でその時は思わなかったんだけど、それからしばらくして、あのずっと前、うん、かのんちゃんに QHHP やってもらったでしょ。 QHHT ね、QHHT、 そうなんか HTTP とかめちゃくちゃ話になっちゃってなんか似てるけど、そこはちゃんと言っとかないといけない。 QHHT ね、ヒプノセラピー受けたね。いや結局ヒプノセラピーになった受けたでしょ。その時に受けたメッセージはすごくリンクしてて、そう、あこういうことなのかと思って。どういうことよ。覚えてない？だっていっぱいあるから。ああそっか、うん、なんかそういうタイミングであの全てことが揃うみたいな感じのこと言われて、それは何ですかって、それを教えられないみたいな感じで、うん、そうね、なんとなくでした、うん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 、ああこういうことなのかっていう、こう道がこうねカチャッと出てきてますし、でまあ僕あまり言ってないけど、こう僕はリュウ君って呼んでる、リュウ君たちがいくつか、うん、いつもそばにいて、うん、でこの前の広島のヒーリングもそのリュウ君たちを総動員して、うん、広島をヒーリングしたんだけど、うん、あの瞬間からねリュウ君がしばらくいなくなったね出払ってたんだいないって帰ってこないとか、しばらく帰ってこないとかなってたんだけど、まあまあしばらく2週、うん、それから1週間、うん、10日ぐらいして戻ってきて、うん、戻ってきて、そのリュウ君たちのそれぞれ役割っていうのがあるんだけど、どうしても1体1匹なんていう人柱なんていう呼び方が分かんないけど、一つの竜の役割が分からなかったよね、うん、その役割が赤い竜だったんですけど、うん、その赤い竜の、役割が分かったんで、あこういうことなのかっていうね。へー、赤い竜は知ってくれなかったんですよ赤い竜、うんうん、何してくれるのって言ったら、それは自分で気づくって言って、うん、知りかねなかったよね、うん、ずっと分からなかったんだけど、その時にあこういうことだったんだっていうのね、理解できたっていう、とてもね意味のある一日だったんですけど、その時はね、よかったですな、よかったですな、よかったですよ、すごく楽しかったんですね。うん、すごいね、
これからのかっちゃんの行動が見逃せないよっていうね。ねえ、でなんかいろいろこうパパッとこう流れが変わって、うん、なんか12月に屋久島行くことになっちゃってね。ああ、そうなんだ。あ、それも楽しい。屋久島も海のところに温泉があるもんね。そう、私行ったことないんだけど。屋久島行ったことある？ないの、ないの、行きたい。ないの、屋久島温泉だらけだよ、あそこ。だって300何十日雨が降るっていうから、あんまりさ、じめってんのかなってイメージが嫌だ。1ヶ月にね、40日雨が降るって言われてるんだよね。そうなるんだ。スコールが多いの。あ、スコールなんだ。じゃあ、そう、バーッと降って、ファッてやるの。で、あそこは、温帯から、うん、あ、違う、熱帯から上は亜寒帯までかな。うん、その気候の幅が広いの。なんでかっていうと、島なんだけど、標高が 2600m から宮之浦岳っていうのなんだけど、うん、九州で一番高い山ね。2600だったらね、うん、その海抜ゼロから 2600m ぐらいすごく高いでしょ。うん、高い高い。富士山が3000とかだもんね。そうだから、しかも南の方にあるから気候がすごく変わりやすいの。うん、うん、だから、あの下はあったかいんだけど、上に行くとすごくひんやり寒かったりとか。上でも、下は雪降らないんだけど、上はもう積雪になってたりとかね。へー、うん、九州だから雪ってイメージがないでしょ。ないないない、ね、しかも奄美まで行かないか、南なんだもんね。島の近くだから、うんうんうん、はいってイメージなんだけど、上の方は雪が降ってるよね。で、一周が110キロちょっとで、もう周りにもう温泉がたくさんあるから、海中温泉とかね。その海中温泉に入りたいってもう昔から言ってんだけどね。伊予海中温泉なかなか行く機会がないで、タイミング合わないと水没しちゃうからね。水没しちゃうから、いいタイミングで行かないとあれなんだけど。海の中に温泉があるんでしょ。そう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 。それは引いてる時は出てるの？温泉が出てる。そうそうそう。温泉が出て、そう、温泉がこう湧いてる、コンコンと湧いてるんだけど、うん、ちょうどこういうもっと入れるようにこう囲いがしてあるんだよね。これぐらいとか。まあ人が入って10人ぐらい入れるかな。でもそこは着替えるとこがあったっけ？今ちょっともうずいぶん前なのか覚えてないんだけど。うん。うん、もちろん混浴だよね。うんうんうん。だから水着とかで行くような感じなのかな、よく分かんないけど。いいね。うん、そうなんですよ。私が言ってるとこはかっちゃんのそれなのか、なんかもう海の中、海このぐらいまで入ってて、その中からこっちは湧いてるっていう。そう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 、そんな感じなんだ。だからちょうどいい温度になってるね、海の海水が入ってるから。うんうん、それがちょうど混じって、海水と温泉が混じって、うん、いい温度になってるっていう感じか。いい温度、まあ一応お湯は出てるんだからね。だから全部海水なわけじゃないんだけど。うん、うん、へえ、いいね、素敵素敵。あるんでちょっと行ってこようかなと、うん、なんか流れで行くようになったんで。いいじゃないですか、いろんなとこね、飛び回るかっちゃんなので。はい、そろそろリミッターが外れて来てますね。外れちゃい外れちゃい、どんどん動いちゃい、いいね。ね、はい、いい感じで。そうなんですよ、うん、ね、やっぱね、断捨離してね、仕事まで断捨離しちゃうとね、動き方が変わってくるよ ね、 ね、全然変わらないんだよね。変わらないっていうか、そのってのがないんだよね。うん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 、うん、仕事がないとかじゃなくて、なんかポロポロっとこう来るからさ、入ってくるんだよね。はい、全然ね。あ、だからよくさ、不安になる人っているでしょ。うん、例えばリストラってどうしようとか、うんうんうん、多分不安になっちゃうっていうから、なんだろうな、新しい情報入れようと思ったら、うん、まず出さないといけない。まあ断捨離もそうなんだけど、うん、まあ例えば学校で勉強するとするでしょ、うん、でノートに書き出したりとか、うん、人に話したりして初めて自分に身になっていくじゃん、うんうん、習ったこととか。それと同じように、その出すと返ってくる。あ、なんとなくわかる、うんうんうん、
例えばよく言うアファメーションとかもそうなんだけど、私こうなるとか言うと、うん、それ現実化するとかあるじゃない、うん、しかもそれを出すの自分一人だけじゃなくて他の人とね、一人あもう二人とか三人とかたくさんの人にこう一緒にこうアウトプットすると、より自分に入ってくる、インプットがアウトプットになってくるっていうのがやっぱりその今すごく実感してますね。だから断捨離がいいのはやっぱりそうなのかなと思って、断捨離が一番分かりやすいってのがあるかもしれないね、うん、そうだね。何してようかな、結構私捨ててるからな。あでもまだあるはずなんだよね。もうどんどん知らない間に増えてるよね、やっぱりね、うん、見回して部屋の中見回してねえねえ、そうだよね。まあ断捨離するものがなかったらアドレス帳断捨離するとかね、赤ちゃん得意だよね。ねえ、そう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 、 Facebook でつながってない人を知るわけで全然音信不通の人も削除するとかね。あ、そういうのもあり、ありありあり、あうん、してもいいよね。うん、なんかギリでつながってる人とか、うん、もう全然いいねも何もしない人とかたくさんいるでしょ。うん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 。って、うん、うん、誰だっけっていう人いるもんね。でそれでもなんか嫌だな、なんか感じありって思われる嫌だなって思うんだったら、ただ単純にフォローを消すとかね。あ、フォローを消していくの、ああそうね、うん、それだったらまだいいかもしれない。うんうんうん。うん。そうだね、まあご縁はご縁と言ってもね、うん、うん、そうね、全然別にほらよく数増やしたりとかね、数を増やすために友達になるとかさ、そういうのも、うん、そういう人もいるみたいだけど、それは別に全然興味ないので、うん、そうだよね、うん、うん、どうせブログで、私の場合はブログとフェイスブックとミクシーに同じ、ミクシーやってたの？ミクシーやってた、でも同じことコピペしてるだけだからね。ああ、そうなんだ。うん、もうやっぱりミクシーが流行ってる。うん、同じものをあの貼ってるからさ、写真だけたまに違ったりとかはするけどね。あ、じゃあ僕ミクシーやってるからつながろうか。うん。っていうか僕ミクシー全然触ってないんだけどね。何、ゴーゴー前田カシャールでいるの？いや、ね、普通に、なんだっけ、名前忘れちゃったな。前田だったと思うんだけど、あ、前田、富田カノンでいるのでぜひつながってください。なんだ、終わりました。ぜひ皆さんもね、ミクシーはやってる、フェイスブックやってるけどミクシーはやってるよとか、そういう方いたらぜひ富田カノン前田です。前田、ね、それかね、青い竜っていう、青に竜っていう列のね、青龍ね、気がする、多分。うん、はい、つながっていきましょう。画像はね、犬の顔にしてるんだけどね。え、何？犬の顔？え、秋代？前飼ってた犬のミキオって言うんだけど、ミキオか。その顔写真をね、うん、犬写真を載せてる。あ、どうも、はい、テリア君、テリア君じゃなくてボストンテリアじゃなくて、なんつったっけ、ジャックラッセルテリア、ね、あ、ジャックラッセルテリア、すごい飛び跳ねるのが得意なワンコちゃんだよね。うん、もうね、大変でした、大変、すごい元気な、かっちゃんにはすごい似合いそうだよね。うん、よく言われる。前田で探す、それ青龍、そういう人いっぱいいるじゃん。うん、前田、前田もそうだけど、青い龍、青龍系さん、あ、そう、うん、青龍系さんっていっぱいいるよね。コミュニティ検索されてもいい。うん、後でやってみよう。はい、後でやってみてください。うん。この前なんか顕微鏡受けたって言ってなかったっけ？あ、顕微鏡受けたんだよね。顕微鏡って、うん、顕微鏡って、うん、もう本当に古い時代からの技術で体を治す。本当その武術って昔、武道？うん、これが武道かっていうこの動き、うん、それをやってて、体を真剣にやってるから真剣に体も壊すんだよね、足だったりとか肩だったりとか、うん、でその人たちを治す技術で顕微鏡っていうのがあったんだよね。おおお、うん、でそれを金星流法という、形にしたのが
小口先生っていう方がいるんだけども、その先生が今金星流法の創始者伝承者かな、顕微鏡を伝承して、金星流法を作ってるんだよね。金星、それで金星流法というのは顕微鏡とかの流れを、小口先生ってもともとプログラマーとかをやってたりとか、そうなんだ、のでだからすごいその、まあ、チャネラーさんかなって私は思ってるんだけどね、うん、すごくあの見る目とかそういうものが、そういう雰囲気があったので、もうやっぱりそういうスピリチュアルな、それは形には出さないけども方だよね、と思うよね。でその先生、私はまた由美子先生っていう先生習ってて、その上に大口先生がいらっしゃるわけで、一番トップにねいらっしゃる、その方のね施術を受けてきたんだよね。おお、どうでした？もうね、ゴッドハンド、ゴッドハンド、うん、ゴッドハンドでね、うん、私自分では普通だと思ってたことが、うん、整えてもらって初めて、あ、こっちが普通だったのかってことで気づくっつうか。はあ、そう、うん、それは体が歪んでたってこと？歪んでたっていうか、足がねポキッポキってなってたんだけどね、それがなくなったんだよね、ポキって右足左足、右足がなってたのね。歩くたびになってたの？っていう時もあるし、なんない時もあったんだけど、へえー、うん、それでなんか別にそんなの普通のことだったから言わなかったんだよね。っていうか、私その小口先生にお会いしたことがなかったから、うん、お会いしたいで、うん、由美子先生があのこの日来るから来ればって言われて行っただけで、何をするんだかも分からないから、私テキストとかねいろんなもの持ってってたんだけど、あ、施術してくださるのかっていうことだったのね。ああ、なるほど、うんうん、もう結構重たい思いしていろんなファイル書類とか持って、本とか持ってたんだけどね、必要なかったのね、うん、みたいな、うん、それでやっていただいたんだけどね、すごいよね。ごめんね、そうん、語彙がなくてボキャブラリーがなくて、やっぱりその足をやるんじゃなくて他のとこやるの？全身でやっぱりやってくださったりして、あのやっぱパソコンを見たりとかタブレット見たりとか、うん、そういうのが多いから目が重くなってることが多いんだけど、うん、視界が広がったりとか、うん、そういう明るくなったりとか、多分視力もなんかポンって結局クリアになってるから上がった感はあるよね。ああ、なるほどね、うん、へえ、そういった感じ、見える形でそういう変化が分かったりとか、分かったりとかね、音がポキポキならなくなったりとかなったりとかね、ほんとなんかあれ、肩とかも、うん、重たくね教科書とか持ってってたからね、それが本当軽くなったんで、うわ、全部置いて帰りたい、むしろなんか洋服とかも脱いでもう本当飛んで帰りたいってぐらい軽やかに、結局心も軽やかになってんだね、精神面もこの辺とかも触ってくから、思考も、うん、クリアになるっていうかね、楽になるんだよね、へえ、楽になるって変だけど、あらゆるところがもう調整されてたんだね。そうそう。ああ、ビールの量も増えた。その後飲んでないよ、まだ。今日は飲む。あ、飲んでないや。そうかそうか。全然飲んでないの。飲まないもん私。あ、飲まないは言い過ぎました。そうだね。あの芝効果と思ってる。飲まないは言い過ぎました。そう、言い過ぎだよ、そこまでじゃ言葉の暴力になるからね。すいませんでした。ね、今日は久しぶりにね、お外に飲みに行くからね、嬉しいなと思うけど、うん、まあ、今日はあまりアルコールは控えてって感じなんですか？全然そんなこと考えてないですけどね。あ、そうでしょうと思うね、ホッピーなんか飲まないですもんね。ホッピーはあんま飲まないですね。ね、うん、なるほどなるほど。生ビール。そうなんだ。昨日ね、いらした お客様がね、かのんちゃん、いつもありがとうって言ってね、持ってきてくださったものがね、食べ物だと味の好みがわからないかなって言って、銀河高原ビール、バイツで持ってきてくれました。ありがとうございます。一
一番嬉しいじゃん。バイゼンこれならいいでしょっつって持ってきてくださって、それであのキャップがね上を向いてたので、これねこうしといたらいいんですよって教えといて。どうして？バイゼンの缶ビールって。ああキャップ、あキャップのバイゼン。うんうん。あのプルトップの方を下にして保存しとくとねいいんだよね。うん、いいっていうね。トロンとしたのが下に下がってくるからね。そう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 。何の話をしてるんだ。ねえ、そうか。顕微鏡って全国にやってる人っているのかな。顕微鏡はその伝承者の方がいろんな全国でいるので、ぜひね、うん、あのどこか。痛いよとか外傷的なものだったりとか肉離れだったりとか筋肉痛だったりとか、うん、あのバネ指がね、バネ指って私知らないんだけど、バネ指って何、うん、バネのように指がバネになっちゃう、なってる人がいる。そんなになるっていうの、うん、ビョンビョンって。だからグッて押さえても押さえられないのかな、うん、ちょっとその症状が私にわからないんだけど、その人とかもすごくかい、あの他のとこで治療通ってたんだけど2回で治ったって言ってたね、小口先生とか。ビヨンってなの、ビヨンってなの、ま、でもこういくってこと、指がバネになっちゃってるんだろうね、だからグッて押さえらないっていう風には言ってたよね。あ、今はね、つかめないの、うん、つかみきれないのかな。そういう人がいるんだね。うん、それバネ指って言うんだ。うん、それが調整されて元に戻った。もっと良い。パネ指なんじゃなくてバネ指なの。あそうそうそう、そういう人もいるし、なんか病院で300万もかかって治療、ずっとね何年かにわたって300万も治療費かけたのに、小口先生とか言ったら2回で治ったとかね、うん、そうなんだ、うん、あそういう方がいるので、何百万も、うん、ね、あまあね、そういうのもねあるので、あの興味ある方はぜひ、筋性流法は筋肉の筋に、うん、整えるに流れるに方法の方で、筋性流法でね、ぜひ調べていただければと思います。はい、わかりました。いいですね、はい、はい、ララチョバさん、ダイビングに行ってそのまま住み着いちゃいましただって伊藤にね。そうなんだ、あいいな。そうか、伊藤はダイビングができるところなの。伊藤できるんでしょうね。伊藤でやったことないの私は、うん、ないな。大瀬崎とかね、ふとふとって富田さんの富に扉の取って帰ってふととか、あっちの方はね海洋公園とかね、大瀬崎とかね、いっぱいあるんだよ、その辺にはダイビングスポットがね。もう何十年前の話だけど、私は若かりし、今も若かった。ハッピーさん、かのんちゃん、かっちゃん、いつも見てて楽しいです、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お気に、お気に、ね、こうやってね書いてくださるとね、より嬉しいですよね。ね、はい、京さん、前から朝方起きる前に赤い龍さんが見えますが、同じ意味かな。あ、赤い龍さんが見えるんだ。見えるんだね。同じ意味かもしれないですね。すごいですね。どんな意味でしょうね。ね、その龍にさ、うん、名前をつけてあげたらいいよね。うん、レッドリュウカモンっつって、なんとかスネークカモンみたいな。あ、昭和だ。全治北京だっけ、あの人は違ったっけ。あ、そっか、ケイシーなんとかとは違うもんね。ケイシーだ。もうお姉さん古いね。ケイシー高見なんて知ってる人ほとんどいないじゃないの。いないんだっけ。ほら、あの漫談の人だよね。漫談だよね、なんか白衣着た人だよね。そう、あの下ネタ満載の人だよね。あ、そうだったの。そう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 、恥ずかしくなってきた。あ、そうなんだ。そう、あんまりほら、多分すごいやっぱりご幼少の頃なので、何喋ってるか下ネタだったのかとか全然わかんないじゃん。わかんない時代だったかもしれないね。
大人が喜んで笑ってるっていう世界。でもレッドスネークカモンは絵的に面白いからね。そうだね、知ってたけど、レッドスネーク、イエロースネーク、グリーンスネーク、なんかそんな感じだったよね。そうだよ ね。その人の名前を言える、あなたが素敵。あ、28だから。よく知ってるよね。そっか、じゃあね、本当レッドドラゴンに、ね、なんか名前つけて何しに来てんのって聞いてみて、じゃあこれやってきてっつってなんかお願いしてみるとかね。ああいいですね、名前つけていいですね。うん、僕もつけてますからね。なんかつけてるんだね。うん、つけてるから、つけて読んでますよ。まあいいんじゃないでしょうか、つけたら。ね、つけてあげた方がなんか親しみがね。そう、親しみがあってね、いいかもしれないですね。うん、いいよね、ぜひつけてみてください。だらちばさん、伊藤の宇佐美に潜りに行ったので、宇佐美にハマったんだ。宇佐美潜ったかな、潜った気がするな。そこもダイビングスポットなの。ダイビングスポットなんだよね。そんなに綺麗なんだ、もうね、うん、伊東の海、伊東つうか伊豆半島の海がね、ドロップオフって言って、その崖があって、そこからドーンと、崖のところって、まあもちろん海の中でね、ドロップオフになってるところってすごく深かったり、透明度が、透明度、透視度とか、そういうの視界のこと言うんだけど、それがすごい綺麗だったりとかするんだよね。何メーターぐらいあるの、そういうとこって深さ。うん、深さは18とか24とか、だいたいダイビングで行くところ、私が行ったのは18、24ぐらいが多いかな。私たちが潜る深さがそのぐらいまで行くのかな、行ったのかな。もっとね、深いとかグーンって深いけど、でも下があった方が、海底があった方が、海底が見えててあった方が綺麗だよね。そうなのかな、僕潜ったことないか分かんないけど、そうなんだね。うん、俺はライセンスによって潜る メーターが違う、潜る深さが違うの。あれ何が違うんだろうね。よく有名なのはパディっていうところ、パディとか、もう一回あるね。私はジュデフっていうところで撮ってるんです。ジュデフ、マニアックな団体だけど、たまたま知り合いがそれだったので。もう一個ない、有名なパディと。あるね、アナじゃなくてなんだっけな、なんかそういう、ま、ナウイ、ナウイかな、ナウイとかね。ああ、あのエジプトに、アカバっていうのもあるんだけど、そこはダイビングスポットで、よくあのライセンスを取りに行く人多いよ、安いから。へえ、じゃあエジプトで取り直そうかな。ね、ベリーの海って書いてある。レッドシーでしょ。レッドシーでしょ。レッドソーレッドシー、そこで取る人多いよ。ああ、でもね、沖縄とかそういうレッドシーとか、そういう海外とか綺麗なところで取った人が日本で潜ったりすると怖くて潜れないっていう人もいるんだよね。なんで？あまりにそのライセンス取ったところが綺麗すぎて、うん、そうするとそのギャップがあったりとか、その雨の降った後に取ったりとかすると、味噌汁の中泳いでるみたいって表現する人がいたよね。あの透明度が、雨の後とかって透明度が 5,6 メーターとかね、そういう時もある、視界が見えにくい。うん、でもそういう伊豆とかだとゾーンと30とか50メーター先まで見えるんだけど、うん、もうね、味噌汁かここはっていう時がある。ああ、そうなんだ。あのね、さっきのエジプトつながりじゃないけど、マラウイって国があるんだよね。マラウイ？南の方に、マラウイに、湖合わせ、マラウイ湖だったかな、ちょっと名前忘れたんだけど、そこの湖でも、うん、ダイビングのライセンスが取れるらしいんだよ。はあ。ね、ちょっとね、ちょっと一つ問題があるね、うん、そこはあの、ね、タイミングっていうか運が悪かったね、充血救助にやられちゃうっていうね。何充血救助、住むに血、血液の血で、す、吸血の虫、すう、それが、はい、ね、あの、やられちゃうとか。そういうリスクがあるとか、ね、聞いたことあるんですけどね。湖に住んでるんだ。
住んでる、あ、特にあの真ん中の方いいんだけど、その沿岸、沿岸っていうか、うんうん、湖のこの岸の方に、うん、水が呼んでる、よどんでるとこあるでしょ、うん、そういうとこに行っちゃうと、うね、そういう楽しいことが、悲しいだけファンタスティックなことがファンタスティックあるんだ。あねえ、まあね、海もじゃあサメがいたりとかね、あるかもしれないしね。でもまたね、本当海とか、あ、そういうのって見え方が違ってきたりとかね、うん、そうだね、そういう世界も知るっていうのも面白いよね。そうですね、夏よりこのぐらいの時期からの方がね、海は綺麗だったりするのでね。ああ、そう、うん、透明度が上がってくるからね。夏はやっぱりあの、うん、暑いから海水が温度が熱いとさ、うんうん、もやってる感じがあるよね。あ、そうなんだ、へ、うん、そうか、ダイビングって冬とかもやる、冬もやるもね、うん、うん、私はそんなに真冬はやったことないけど、流氷ダイビングとか言ってね、クリオネに会いに行こうみたいなね、だから綺麗だから冬の海とか庶民的に行くんだね。え、で多分上がった後の熱燗が美味しいんじゃないかな。なるほどね、やっぱりそこに行くんだそこに持ってってみましたえっと、ナナチモさん、私はパリのダイブマスター取ったよね。すごいですね、ダイブマスターってもうすごいいっぱい上の級の人ですよね。人に教えられるやつ、うん、レベルでしょうね。すごいね。おぎんさん、レッドスネークカモンの方は東京コミックショーさん、奥さんが箱の下から手を出してヘビをやってえ、東京コミックショーっていう名前なの？知らなかった。そうなんだ。じゃあそのペギー葉山じゃなくて、かっちゃんが言ったのは誰だろう？ゼンジーペギーはただの、 あのマジックの人なんだ。ただのマジックの人ってあれですけど、うん、マジックの人なんだね。ペギー葉山とは違うんだね。ペギー葉山、ペギー葉山、ウルトラの母やってた人だよね。ああ、そうか。私にはジャズボーカルというか。僕のウルトラの母なんだけどね。あ、そうか。はい。ピンポンパンとか、ポン、なんとかルームとか、ロンパールームとか、なんかそういうのにもなんか出てた気がするよね。そうなの？うん。古いね、自分いくつ？28。28か。そこは変えられない。あ、もうなんか絶対年ごまかしてるよね。27だったっけ私最近。え数が分かんないあるよ。分かんないな。さあカード引いていきましょうか。はい。はい。いや3枚じゃあ、この間1枚だったからね、3枚にしましょう。はい。かは飛び出す。これからじゃあかっちゃんがね、リーディングをしてくれます。あなたへのメッセージ、そして私がコスモボイスヒーリングで、思考や思考のところではなく細胞くんたちに、投げかけていきますので、リラックスして聞いていただけたらと思います。1から3まで好きな数、もし書いていただけるんだったらば半角でよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ行きまーす、はい、ペロン、1枚目、最近あなたは夢を見ていますか？その夢はあなたにメッセージを与えてくれています。ですがそのメッセージに惑わされないでください。夢診断や、夢占いなどでいろいろ診断するものがありますけど、ほとんどが歪んだ情報を伝えています。その夢っていうのは全てあなたの中に情報があります。その情報を読み解いてください。他からの本や人からの情報に耳を傾けないように、それは全て概念です。自分の中に情報がありますので、それを紐解いてみてください。その紐解く方法も、あなた自身が知っています。いいタイミングであなたに現れてきます。夢の中を、覗いてみてください。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。時間の流れ、
注目してみてください。あなたの時間の流れどんな風ですか？今と昔どういう風に時間を感じてますか？時間が早いですか？時間が遅いですか？あなたの中の時のタイミングいろいろ見てみてください。そして、かちゃんも言ってたように自分からの、やりたいことをオーダー、自分から発信していくということ、人からの流れでやるんではなく自分からあれをやりたいこれをやりたいということを見ていってください。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、なんかねお外はね、はい、幼稚園の園児たちがね、うん、運動会の練習を始めてる。まだしてんの？いつまでやるんだろうね。ね、だからね不思議な音楽が聞こえてきてる。じゃあ2枚目いきます。ペロン、重い、重い力、なんだろう、重い力、これなんだろうな、あなたの中に思っていることが必ずあるでしょう。やることがわからない、何したらいいかわからないって人もいるかもしれません。ですがそれを先ほども言いましたように自問自答してみてください。そうすると答えが現れてきます。で、現れてきたものを言葉にしてください。形にしてください。書き綴ってください。そうすることによって、自分から出すことによって、それが形になっていきます。最初は分からないかもしれませんが、それがおのずと分かってきます。自分がやりたい方向が分かってきます。やりたいことが分からない、何したらいいか分からないということは、方は、とりあえず目の前のことを一生懸命やってみてください。目の前のことを取り組んでみてください。そうすると、おのずと出てきます。はい。はい。あくまいかクリスとトスといってもなかおことでててばけってかけべるかばかのましたたかおじつたるたおけけばらとあかからぽとしたかれしばけてこだばらかしとたるたるたるてこわけとあさばかでかかるとめでてておとたさ、あなたがいてあなたの隣にいる人は誰ですか？あなたと共に手を取っている人は誰ですか？あなたが手を伸ばしたい人は誰ですか？そして、一緒に歩んでいきたい、一緒に、働いていきたい地球、環境を良くしていきたい、何かを繰り広げていきたい、その人とより深く手をつないでください。そうする、手をつなぐってね、あのリアルな手をつなぐじゃなくても一緒に、何か行動することをしていってください。そこにすごい大きなサポーターがいます。大きな光を差してくれる人がいます。大きく導いてくれる人がいます。その2人の力で、発信していくことで大きく導いてくれる人がいます。それが、出てきます。どうぞ、心のままに動いてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ3枚目のカードいきます。ピロン、このカードよく出ますね。エンジェル、うん、これは前に進みましょう。立ち止まってもいいです。ですが前に進みましょう。前に進みながら考える、前に進みながら、物事をする。そうすることによって、自分の中がどんどん活性化していきます。前に進みましょう。どんどん前へ前へ。はい、はい、ありがとうございます。ラッコンパールカスタオルにないなエラロカスイルカロえー、体を動かしましょう。体を温めましょう。体を愛しましょう。体を見つめましょう。この、地球での大切な体、あなたの唯一のパートナーの体、こ
この体をいたわる時間を作りましょう。そして一歩一歩前へ歩いていく、一緒だね、一歩一歩前へ歩いていきましょう。どこへ進みたいですか？あなたのたどり着きたいところはどこですか？そこを今一度設定を見てください。流れに任せるのではなく、あなたが設定した場所、そこに向かって歩んでるんだということをちゃんと再確認してください。あなたは前に進んでいます。その目標の場所をもう一度確認してください。体を愛しながら。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。いかがだったでしょうか。はい。参考になれば幸いでございます。はい。確かにかのんちゃんの後ろから聞こえてくるね。何？天使の声が、天使の声がでしょ。そう。天使たちがね、ワイワイギャーギャーね。すごい大きい音を立ててね爆音を立ててやってるのでね、面白いなと思います。さあ今週はどんなことを、今週というかいかがお過ごしでしょうか、うん、かっちゃんは。僕ねちょっと、いつだっけ、10月の2日に松山に遊びに行きます。あ、遊びなんだね、そこ。遊びに行きます。うん、これは全然プライベートなんです。もう来週になるんですけど、うん、山口のこの周南市で10月7日金曜日かな、うん、マルン街のお話し会をします。うん、あ、いいですね。ここにたまよく出てくるヒッキーっていう面白い方のお話が聞けたりとか、うん、あとソマチット、うん、ソマチットの鑑賞会があります。あ、いいね。僕、うん、以前北海道で、うん、自分の血液検査した時にめちゃめちゃソマチットが多かったんですよ。血液がまず出てこなかったんでしょ、かっちゃん。すぐ本当針でペット刺して、そうそうそう、ね、普通マルンガイ食べてない人だったら血液、まあ血液を採取するんですよ、今さっきからね、うん、すぐ出てくるんですけどマルンガイ、まあ、僕だけでみんなマルンガイ食べてる人なんですけど、食べてるからすぐ血液を、ね、止めようとするんですよ。血小板が強いのかな、なかなか血液が採取できなくて、うん、なんかあれあれって言ったりながらやってたんです。面白いよね。こうして出した血液でこうね、イソーサ顕微鏡っていうすごい高い顕微鏡があって、うん、それで唯一ソマチは見ることができるんですけど、うん、まあ、ソマチがすごい動いてたと。うーん、同時に、妊娠線じゃなくて、砂糖線、タクチ線っていう線がいっぱい出てたのね。砂糖線の、砂糖線のこと、砂糖線じゃなくて食べ過ぎの線って言ってた。そうか、砂糖線は甘いの食べ過ぎると、ね、出るやつも、うん、うんうんうん、で、あと出てたんですよ、その時は。その時は、はい、で、次測るのでそれがどうなってるのかなと、うん、で、うんうん、そのヒッキーが言うにはその自分の血液を見る、その自分のソマチと見て認識した時点で変わるって言ってたから、うん、そう、全然変わってると思うんですよね。ね、うん、ぜひ動画で撮ってきて。あ、撮れ、そうか、撮れるよね、スマホとかで撮ってきて。うん、私いつも撮ってるよ。iPhone で撮ったの？うん、普通にこれで携帯でスマホで撮ってる。あ、はいはいはい、分かった、撮っていきましょうね。で、もし撮れるんだったらスクリーンの方じゃなくて、うん、ヒッキー の, パソコンの方を撮って。あ、そっち撮ればいいんだ。そっちを撮らないと、うん、ソマチとがね見にくい。あ、なるほどね、分かりました、うんうんうん、ぜひ本当ね、まあ、これ会員限定なんでね、私たちマルンガイ会員入ってるんで、うん、興味ある方はご連絡いただければと思います、うん、会員の方が顕微鏡でその自分のソマチとの、ね、状態を見ることできるからね、面白いよね。面白いな。だって自分、まあ、血液こう、もうそのね、プレパラート、プレパラートってよかったっけ、ガラスのやつ、ガラスの板ね、うん、ね、うん、まあ、自分から離れてるでしょ、うん、で最初バーって動くね、だんだん動かなくなるね、そのソマチバーって元気だから、うん、でもだんだん動かなくなるんだけど、自分がこう笑うじゃん、うん、笑うんだ、またバーってソマチって動き出すっていうのがすごく面白くて反応するんだよね、体から離れてるのに反応するんだよね。そうで、しかも、その時、北海道の時やったんだけど、全然食べてない人もいたんだけど、うん、まだ会員になって直後でまだ丸が食べてない人がいて、その
近くで笑っても動かない、でもそのずっと食べてる人は近くで笑ってもまた動いたりとか、そういう面白さが、ね、反応するんだよね。だからかっちゃんが笑うと私が笑うみたいなもんですよ。そう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 、なんだろう、まあ、そういう感じなんだよね、だからね面白いです体になんでね。私なんかはその顕微鏡で見てる時にボイスヒーリングしたんだよね、そしたらね、あの元気になるもんね、元気になるとかやっぱり動きが変わるっていうか、ボイスヒーリング、さっきの宇宙語コスモボイスを使ってやったのと、あとゆるい感じでアメージングレースだったかな、アベマリアだったかな、なんか歌ったんでね、その時もまた、あの変わったりとかしてね、やっぱりそばちっても心地よい、なんだろう、波動っていうか、なんか分かんないよね、その雰囲気っていうか、ね、それを見てからこそ、あ、ちゃんとコスモボイスヒーリングできてるんだなっていうのが私分かったから面白かったよ、嬉しかったよね。ちゃんと細胞くんたちに、細胞くんたちに聞くって言われたけど、やっぱり絵で見ないと、目で自分で確認しないと分かんないじゃん。そう、そうなんですよ。それは確認できて嬉しい。ぜひね、あの、マルガイ、食べてる人だったら、そういう、全国いろんな会場があるから、覗いてみるといいんですね。ね。買ってない人は、僕とか、かのんちゃんとか、連絡いつでもください。はい。いつでも情報を、ダイレクトでお伝えしますんで。はい、面白いこといっぱいお伝えできます。かっちゃんだからさ、なんかやってる時にさ、誰か他の人にでもさ、マカバヒーリングやってごらんよ。元気がない人にさ、元気がない人とかさ、赤血球がいっぱい連なっちゃってる人とかがさいたらさ、あの、その人に、じゃあ回すよっつってさ、マカバのなんかこれかっちゃんが作ったこういうの持ってってさ、これこうやってぐるぐる回してれば。その反応が見たいな。あ、やってみようね、今度ね。ぜひぜひぜひ。はい、わかりました。あとは、はい、何かありますか。今週じゃないけど、まあ、ちょっと、10月10日に広島の、広島天満宮っていうところがあって、そこでトーラスダンスをやります、やります。やってらっしゃい。はい、行ってきます。いいですね。そう、で11月ぐらいにね、東京にまたかちゃん来るかな、なんて話を、しているので、後半になるか、まだこれきちっと決まったらね、またお伝えさせていただくので、ぜひお越しくださいませ。はい、わかりました。はい、かのんちゃん、かのんちゃんは10月だよね、もうね、10月は、10月の8日にジャズプロムナードというところで、違うわ、ジャズプロムナードというイベントで、ブルースを歌いますっていうので、ね、これも、ご紹介させていただいてますけど、あとはね、ほんとね、あ、10日から12日まで伊東に行くので、みんなで遊ぼうぜっていうことですと、ね、いうことと、あとね、20日から23日ぐらいまでかな、サイマーさんのイベントに、富士山の方に取材に行きますので、ぜひ、あの、私とブチさんとね一緒に行きますので、あの、見かけた方は遊ぼうぜっていう感じと、あともうちょっと先になるけど、10月の29日にこれも富士山の方の、サイマーさんは静岡側だけど、今度山梨側の富士山のところでジュゲムというライブハウスがあります。富士山駅の隣の月光寺駅っていうところの近くなんですけども、そこで、ライブをするので、よかったらお越しくださいませ。はい、わかりました。ぜひぜひ。29日土曜日ですね。ぐらいがまずですね。ぐらいです。そうですね。わかりました。はい、そんな感じでしょうか。じゃあ最後チャットね、読んでいきましょう。ララチバさん、カノンちゃん、うちの冷蔵庫にクリオネ泳いでいるんだ。マジかー、いいなー。クリオネってさ、こうやってさ泳いでるの知ってる？知ってる、知ってる、見たことある。あの、冷蔵庫開けたらクリオネがいるの？だってあの人たち流氷の下にいるからさ。あ、冷凍庫じゃないんだ。え、冷凍庫じゃ、冷凍庫じゃ凍っちゃうじゃん。そうだね。生きてないじゃん。そうか、そうか、冷蔵庫の中じゃないとダメだよね。うん、流氷のとこにいる人、面白い会話だね。そうだよね、常温じゃダメなんだろうね。そうだよ、なんかね。
なんか水羊羹とかそういう感じだよね、感とかね。あれってクリオネって頭がパカッて、頭という場所がパカッと割れて、ここからご飯食べるんだよね。あ、ここではなくて、ここから食べるんだ。うん、ここからね、ここがパカッと開いて、ここから食べる。泳いでいながら。うん。だからね、天使って言われてるけど、食べ方悪魔だねっつって一時話題になった。へえ、いいな、今度写真送ってください。はい、いいな。あ、番号書いていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当に体さんに感謝。自分の声を聞き、前進ですね。進んでください。行きましょう。ね、うん、はい、今日もね、長い時間、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。また、ね、次回は、ね、いつだろう。あ、10月の7日ですね。7日。うん。7日でございます。あ、ちょうど。1週間後だね。そう、あの、ちょうど1週間後。あ、説明会だね。うんうんうん。そうね。ぜひ終わったら、はい、皆さん行ってみてください。本当面白いのでね。はい。ぜひぜひ、明日も面白いですよ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、また来週ということで、はい、来週も見てくれるか、違ういいとも最後は昭和で締めようと思いました。はい、あ、ま、ちょっとだけ待って、はい、準備が、そうね、じゃあ、かっちゃんの方は雨って感じ、今日は今ね、うん、今やんだ、やんでる、今やんでる、うん、うん、さっきまで言ってたけど、もうやんじゃった、いつの間にかやんじゃったね。まあ、よかったですね。じゃあ、楽しい一日をお過ごしください。はい、はい、どうぞ。午後前田カシャルと富田カノンのトーラスぐるぐるチャンネル、略してぐるちゃん。またね、バイバーイ。また来週お会いしましょう。はい、じゃあ一日を、はい、OK、じゃあ。